英会話スクール、イングリッシュパートナーズの清家かおるです。お店はお客さんでいっぱいだった。英語では The place was packed、えー。この packed はパックに ED がつく感じなんですけれども、詰まっているとかパンパンっていうあの意味なんですよね。お店とかそういうところがお客さんでこういっぱい、寿司詰め状態みたいな状態。例えば電車でも寿司詰め状態の時とかも使いますし、映画館とかレストラン、何でもその状態が 表しますこの言い方で表せます。The place was packed 以外に普通の言い方って言ったらですけれども「The place was full of people」「f o of people」っていうふうな言い方にも言えるので両方覚えていただけたらと思います。スケジュールがいっぱいの時にも使えます。お店はお客さんでいっぱいだった英語では「The place was packed」是非使っちゃいましょう出張英会話レッスンなら「イングリッシュパートナーズ」で検索オンラインレッスンもやってます